はい、カバチコロカッパ園長です。じゃあ最後この動画ではね、まあ中国のお話なんですけども、日本人のこの行動規範、これをなんか中国の人にとっては全く理解できないと。でしかもね、これまあさっきもちょっと言ったことと被るんですけども、なんで日本人はルールを守るんだって文句垂れてるんですよ。は？そこからですか？もうなんかこの先どう考えても無理なんですけど、日本と中国には様々な点で違いがあるが、ルールや規則に対する考え方も日中における大きな違いの一つと言えるだろう。だもう無理だな日本人は規則やルールは守るべきものと考えるが、中国人はルールや規則に抜け穴がないか考え、いかに守らずに済むかを考えると言われる。ね、もう完全に無理じゃないですか何それ。なぜ日本人はあんなにもルールをよく守るのかっていうなんか話題が上がったんだって、中国でね。で、中国人がその理由について、なんかいろいろ意見を述べてるんですけども、ある中国人は、日本は自然災害が多いからじゃないかと推測している。災害が多い以上、互いに助け合って共存する必要があるので、集団意識が形成され、集団になるとみんながルールを守る必要があったからだと推測。で、また別の人は、民度の高さが大きく関係していると分析していた。団結力があって自尊心が高く、自らをきちんと律することができる民度の高さは、否定できない事実だと述べている。さらに日本人は幼い頃から人に迷惑をかけてはいけないと教えられているから、との意見もあった。ルールを破れば人に迷惑をかけてしまうからだという、他には法律が主な理由だと主張する人もいた。多くの人は日本人の民度の高さや礼儀正しさ、経済や社会が発展していることなどを理由として挙げているが、根本的な理由は法律が厳しいからで、ルール違反に対する罰則が厳しいので守るようになったとしている。中国ではそういうの緩いの？ああ、金渡しまえばね、犯罪もなかったことになるんだっけ。実際のところ多くの日本人にとってルールを守るのは当然であり、あまり意識せずとも自然にできているとのこと。しかし信号を守ること一つとってもかなり意識しないとルールを守るのが難しい中国人からすると理解に苦しむことのようで、そのため様々な意見が出てくるのかもしれないね。なあ、もうこれだけ見たって、もう最後の1、2行見たってね、うん、やっぱり関わったらダメなんだなって思いますよね。だってこんな考え、こんなね、なんていうのかな、腹の中でそういうことを考えて、で、それを行動に移しているような人たちと、ね、日本国内で一緒に暮らしていく、うん、ちょっと冗談じゃないと思いますよね。うん。だって法律、ルール、約束ごと守れないのが普通っていう発想、もうそっからして無理じゃないですか。ちょっとなんかもう理解できませんよね。うん。だから結局あれでしょ？幼い頃からバレなきゃ何をしてもいいって刷り込まれてるんでしょ？ね。うん、むしろ幼い頃から親を含め周りを見てね、バレない方法もね、もう実体験ベースね、生活の中で学んで身につけてるんだと思うよ。うん。だから結局法律であってもね、ルールであっても守るのが当たり前でしょ？ね。だからこそ約束平気で保護にするし、嘘つくんですよ。うん。でもさ、よく考えたら共産党支配下で簡単にね、うん、なんだろう、逆らったらね、すぐ消されるような国なのに、ね、なんでルール守るっていう発想が出てこないのか、逆に不思議ですよね。うん。まあだから、受け取り方が逆なのかな。バレなきゃ何でもいいっていう、そういうことか。うん。まあだから、この人命がね、軽すぎるっていうのもあるかもしんないよね。うん。ね、信号を守るのが難しい。そんな意識でよくね、自動車社会、ね、車が普及したよね。危なくてしょうがないよ、そんなの。で、そんなね、うん、危ないのが普通、ね、ありえないのが普通っていう人たちがバンバン日本に来てさ、ね、車なんか乗ってほしくないよね。うん、いい迷惑どころじゃないよ。巻き込まれて命奪われたらとんでもない話じゃないですか。まあ、法律の多くはお互いのためになるから、独裁者のための強権じゃないですからね。うん。なんだろうな。まあ簡単ですよね。はっきり言ってルール守る方がお互いにですよ。自分一人だけっていうのはちょっと考えられないですけどもね。お互いにルール約束ごと守る方がお互いに楽だからですよ。スムーズなんですよね。余計なトラブル起きないからですよ。うん、っていうのを分かってる者同士はこれほどね、うん、まあうまくいくというか問題ない。うん、でもね、そうじゃない人がこれね、混ざってくるとそういう話に、いや、違う話になっちゃうんですよね。うん。だから嫌だって区別するぞって言ってんですよね。
だから結局あの国はあの人たちなんかもそうですしね、この中国の人たちもそうだと思いますけども、てかそうですよね、結局ねこの人たちって法律ね、ルールね、破るものっていう認識でしょ。うん、だってほらあの国の人たちだって一発嘘つけるようになったら一人前みたいな、そういう認識っていう話じゃないですか。だからもう土台無理なんですよ、分かり合うなんて。共存共栄ありえないね。うん、な、出し抜かれたり騙されたりね、引きずり下ろされたりしてね、日本人日本企業がね、うん、痛い目見るだけじゃないですか。で実際そういうことの繰り返しでしょ。うん、だってまあなんかもう彼らのやり口見てたらさね、問答無用でその通りになってるじゃないですか。うん、なんだろう、根本的な理由は法律が厳しいからで、ルール違反に対する罰則が厳しいので守るようになったとしている。何の自己紹介これ、ね、規則ルール約束守んねえから世界中で意味嫌われてるんじゃないですか、ね、なんでそこに至らないんですかね。それでも自分たちの感覚、自分たちの言ってることやってることが正しいってよく言い切れるよね。うん、無理無理ありえない。うん、まあルールがあった方が楽なんですよ。お互いに守るっていう前提は必要ですけどもね。いちいち考えられてね、考えてね、考えるまでもないんだけどもな。うん、どうすればこのルール守らずに済むかな。え、そんなこと考える普通。うん、まあ結局ね、ルールや約束ごとね、こういう決まりなんかを一切守んない人ね、守らないのがそもそも普通みたいなね、嘘ついてなんぼみたいな、そんな人がね国民の多数派なのはね、もう中国とあの国ぐらいですよね。うん、まあ細かく探せば他にもあるかもしれないですけど、多分ないですよね。うん、ね、他の国はね、ルールを守る方が多数、いやでもどうだろうな、日本人と同レベルとは言わないです。日本はまたちょっと飛び抜けてなんだろうな。うん、日本人同士だとまあ今のところまだギリ性善説が成り立つぐらいで、まあ日本以外の国地域だともうそれはちょっと通用しないですからね。うん、まあヨーロッパもアメリカもね、基本的にルールとか、ね、約束事っていうのはまあ中国とかあの国ほどではないけれどね、守らないっていう人はまあ普通にいますからね。ちょっと日本がこの部分では特殊って言えば特殊か。ああ、そうかもしれないですね。うん。まあだからやっぱりね、だからこそ自分の身を守るためでもね、やっぱりつるむ相手は選ばざるを得ないですよね。うん。まあ、あとはその中国との違い、まあ自由で民主主義の法治国家とね、一党独裁人治国家の違いですかね。うん。なんだろうね、日本にこの迷惑かけたりね、来なきゃどうでもいいっていうのは個人的にはありますけどもね。そうね、あ、まあ嘘ついても別にいいよね、約束保護にしなきゃすればいいし、うん、ただしね、日本とは関わりのないところでね、よそでやってくれって話ですよね。うん、そういえば昔赤平さんが言ってませんでしたっけ、中国人にはこの公公という概念がそもそもないんですよね。だから自分とその自分の近しい人、は家族が全てで、もうその他大勢はどうでもいいっていうのが基本的な認識っていうことでしょ。うん。ありえないですよね。まあ、家とかね、あと血、血族ですよね。を、まあ中心に置いて、私利私欲を肯定してきた文化じゃないですか。ねえ、あっちは。だからその家の概念もまあ崩壊しつつあるみたいですけどもね、要は完全に個人が好き勝手やるようになってるわけでしょ。あとほら、事実上の専制国家で偉ければ何でも、だから上に行けば行くほどね、まあね、あのカラスは白でも通っちゃうような、うん、何でも通るし、ね、逆に政府批判したようなやつはね、不条理に訴えられてね、二等市民に落とされたりもするわけでしょ。だからまあ権力闘争に負ければいきなり収賄でとっ捕まって人生終了もするじゃないですか。まあそんなね、このカオスな、社会でね、みんなやってるのにね、こんな国で法律なんか守ってもしゃあないっていう発想になるのはまあ仕方がないのかな。うん、だからこそ今中国って今ハイテク監視国家化してるじゃないですかね。まあ壁のない監獄みたいな感じですよね。まあだからこう、中国だとそもそも法律とかね、約束ごとルール守るのが難しいんでしょうね。複数の法律が矛盾し合っててどうにも守れねえとか、そういう状況もあるみたいですし、ね、法律が大雑把すぎてね、どうとでも解釈できる、けれど問題が起きてから、結局この政府が最終判断するとか、なんやかんやでこの法が、法として機能してないっていうのもあるらしいんですよね。うん、
まあ個人的にはなんかこの同調圧力とかっていうよりもこの倫理観っていうのかな、誰も見てなくてもねお天道様が見ているからっていう感覚ね、これが大きいんじゃないかなって個人的には思います、日本人の。うん、だから同じような感覚でね、世間様が見ているっていうのは、まあだからさっきの同調圧力の側面もあるんですけども、お天道様は自分自身には嘘つけないっていう考えに僕は近いと思うんですよね。だからこの辺がね、この中国の人とかあの国の人なんかは、まあ気迫というか感覚としてないんじゃないのかなって。うん。だからまあ正直者がバカを見る。ね。うん。騙されるぐらいだったら騙してやれみたいな。そういう発想になっちゃってるんでしょ？うん。まあ無理ですね、うん、分かり合うなんて土台無理です、うん、分かり合いたいとも思わないけどね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございます。ではまたごきげんよう。